永瀬博文君。はい、日本維新の会の永瀬博文でございます。この郵便法に対してですね、質疑をしてまいりたいと思いますけれども、今日の、各委員のですね、皆さんの質疑を聞いていても、この日本郵政の現状というのは、かなり困難な状況にあるなというふうに感じております。で、この官報の不正の問題、不適切なですね、販売をしたという問題が、今日は現場の皆さんの方からも、企業風土の問題や、組織体質の問題ではないかということでですね、定義がありまして、それも確かにその通りなんだろうなと、現場の方はおっしゃるんですが、そういうこともあるというふうに思いますけれども、ただですね、そこを改善していくというのは当然のことながら、それで果たしてこの問題がですね、根治するのかなという大きな課題意識を持っておるということでございます。今のその日本郵政の経営の在り方そのものに、枠組みの問題ですね、ここに大きな課題があるのではないかと私は考えているということを申し上げたいと思います。で、そもそもですね、この郵政民営化関連法案の趣旨説明の中で、郵政民営化は経営の自主性、創造性および効率性を高め、公正かつ自由な競争を促進するとともに、多様で良質なサービスの多様で良質なサービスの提供を通じた国民の利便の向上、資金のより自由な運用を通じた経済の活性化を図り、もって国民生活の向上および国民経済の健全な発展に寄与するというふうにこれされたわけですね。しかしながら、これ平成19年にこの事業が民営化されて、日本郵政グループが発足してから13年が経っております。しかし、この日本郵政の株式の 50% 以上を政府が保有し、日本郵政はゆうちょ銀行の 89%、 かんぽ生命の 64% の株式を保有し、そのことによって金融2社にはですね、他の金融機関にはないこの業務規制がかけられていると。つまりこのことによってですね、経営の自主性や創造性というものはほとんど失われているのではないかというふうに思うわけです。しかしその一方で、民間企業としての利益の追求を求められているし、かつそのユニバーサルサービスの提供を維持しなければいけないというですね、かなり過酷な義務を課されているということがあると思います。このようなですね、中途半端な民営化の状況の中で、新商品の開発もできない、で、かんぽ生命の商品は、皆さんがおっしゃるようにこれ競争力がないわけですよね。競争力のない商品をやっぱ売らなければいけない、そして郵便を支えなければいけないという中でですね、やっぱりこれはかなり無理が生じた結果がこの官報の不適切販売に至ったのではないかというふうに私は理解をしているところであります。ですから、これ生田さんがですね、初代総裁の生田さんが、経営戦略や商品開発の手足が縛られている段階で収益を確保しなければならない、経営の舵取りが難しい、中途半端な半官半民の状況をできるだけ早く解消する必要があるんだということをおっしゃっているわけでありますけれども、私もこれ同じ認識なんですが、このような認識をお持ちなのかどうか、日本郵政の増田社長と大臣にお伺いしたいと思います。日本郵政増田社長。はい、今の、我がグループとして、郵便はじめ各社でありますけれども、基本郵政民営化法の枠組みの中で、経営をしていくということになります。で、その中では私ども、金融2社の株式を持っておりますが、制度的にはその株式、今 50% を超える過半を私どもで保有して、日本郵政で保有しておりますが、50% 程度にまず引き下げますと、そうした商品の構成、ラインナップもかなり重度が増すということで、私どもは商品の魅力を高めることができるんではないかと、このように考えているところでございます。制度的にはさまざま議論をして作られた法律に基づく制度があるわけでございますが、一方で不正が起きたこと、大変遺憾なことで深く反省するとともに、ユニバーサルサービスを維持していくために、そのような制度の中で少しでも経営の自由度を発揮できるように
私ども自身努力をしていきたいとこのように考えております。武田総務大臣。まずこの不正についてはどういう形態であろうが、これはもう許されることではないということがまず1点で、またこのご指摘の株式の売却につきましては、民営化法において金融2社の経営状況等を勘案しつつ、その全部を処分することを目指し、できる限り早期に処分することとされておりまして、これを踏まえて日本郵政の経営判断により処分が進められているものと承知をいたしております。柳瀬博文君。はい、ありがとうございます。この官報の不適切販売の問題、不法行為もあったということでございますから、これは許されるものではありません。ただですね、やっぱりこの枠組みの根本的な見直しをしなければ、やっぱりここは改善していかないんだろうというふうに私は感じました。ですから、これ、ね、郵政が悪いんだという風潮なんですけれども、ただこの郵政を規定しているのは、やっぱり法の枠組みの中でですね、これを規定していて、で政府は株をなかなか放出していないといった実態もあって、やっぱりここをですね、完全民営化していくという方向で改善していく必要があるんではないかというふうに私は考えております。で、今、大臣がですね、これできる限り早期に処分をすると、政府が日本郵政の株式についてですね、できる限り早期に処分をするということでありますけれども、これ、昨年ですね、平成29年かの第二次売却を最後に、昨年もこれを売却をしようとしたところでありますけれども、これはされなかったわけであります。これは今後ですね、どういう条件になればこれを処分をするということになるのか、財務省にお伺いしたいと思います。財務省理財局、井口次長。お答えいたします。日本郵政株式につきましては、郵政民営化法におきまして、政府の保有割合をできる限り早期に減ずるものとされておりまして、またその売却収入につきましては、東日本大震災に関するいわゆる復興財源確保法に基づきまして、令和9年度までの売却収入を復興財源に充てることとしております。こうしたことを踏まえまして、日本郵政株式の売却時期につきましては、株式市場の動向や日本郵政の経営の状況等を注視しつつ検討してまいりたいと考えております。柳瀬博文君。はい、その条件がちょっといまいちよくわからないんですけれども、これできる限りということで、昨年も売却しようとしたいということですから、これは処分をされようとしているんだろうというふうには思います。ではですね、じゃあこの今2分の1以上保有しているわけですけれども、これが3分の1までは保有するんだということなんですけれども、この2分の1と3分の1の違いによって、どれだけこの影響の経営の自由度に影響を与えていくというふうにお考えなのか、この株式の放出について、についても何か考えがあれば、社長にお伺いしたいと思います。日本郵政、増田社長。はい、政府が保有するその株式の保有率ですね、2分の1、今日今、政府が過半を持ってますが、そうした場合には、当社、日本郵政の株主総会において、単独で、政府が単独で取締役選任などの普通決議を行うことが可能と、このような形になっております。で、仮に政府保有が2分の1を下回った場合、この場合には政府が単独で取締役を選任することはできなくなるわけでありますが、日本郵政株式会社法によりまして、引き続き当社の取締役選任や事業計画の策定には総務大臣認可が必要であるということと、また特殊会社として総務大臣の監督があると、この点については現在と変更はないものと、このように理解をいたしております。柳瀬博文君。ここでそのちょっと議論はしないんですけれども、これ、3分の1ですね、政府がこれを保有する意味っていうのがどこにあるのかなというふうに、私はちょっとこう疑問を感じているところです。というのは、日本郵政の株を政府が3分の1保有する、で日本郵政がですね、ゆうちょ官報の株式を、これを売却をするわけですけれども、今、かなりの
額をですね、持っているわけですよね。でそれを 50% までということですが、なかなかこれ完全処分ということに至らないんでしょう。そういったときにですね、その官報誘致が民間の金融機関とのですね、イコールフィッティングがこれでなされるのかといった懸念はありますので、これは3分の1を保有する意義についてはですね、これからもちょっとこれは話をしていきたいなというふうに思うんですが、日本郵政がですね、保有する2社の株式の処分については、これは先般の中期経営計画の中で、保有割合を 50% 程度とするんだということが書かれました。これは2025年までの中期経営計画ですから、2025年までにこれをするんだろうというふうに読み取れるわけでありますけれども、私はこの2社の株についてはですね、やはりこの経営の自由度がこれによって大きく増すわけですから、これを早期に売却をするべきだと考えております。で、今、株価が下がっている、だからこの資産をですね、毀損するんではないかという懸念はあるわけですけれども、株価の動向っていうのは、これ、分からないですよね。分からないと思うんですよ。いつ上がるのか、いつ下がるのかっていうのは分からないわけです。で、このままこれを売らずにですね、ずっとこの経営がですね、縛られ続けるというのは私は得策ではないというふうに思うわけであります。ですから私はこの株式の売却をですね、株式の毀損ということを踏まえながらも早期に進めるべきというふうに考えますけれども、見解を伺いたいと思います。日本郵政増田社長。はい、先般、公表いたしました次期の中期経営計画の基本的考え方、その中で、委員ご指摘のとおり、私どもが保有しております金融2社の株式の売却について、記載をいたしましたが、それは5年間の計画ですので、その期間内で売却をするということを最低限書いたわけですけれども、今後の状況次第ということになりますが、その中でもできる限り早期に 50% 程度となると、まずここを目指していきたいと、このように考えております。柳瀬博文君。はい、ありがとうございます。できるだけ早期に、これ売却をしていただいてですね、新規の事業を立ち上げていただいて、商品を開発して、そして、郵政の皆さんがですね、しっかりと自信を持って、売ることのできる競争力のある商品を開発して、収益を上げていただきたいというふうに思うところであります。でですね、ちょっと次の質問に移りますけれども、これ、郵便物の将来見通しなんですが、令和元年度の引き受け郵便物数は、平成13年度と比較して、約4割の減というふうになっております。で、4割というのはかなりの減少だなというふうに思うわけですね。で、これ、電子メールや SNS 等のデジタル化の進展によってですね、これ、かなり通数はこれからも減っていくだろうというふうに思いますけれども、この見通しについて何かデータをお持ちなのかどうか、お伺いしたいと思います。日本郵政衣川取締役。申し訳ございません、ちょっと手元にデータがございませんので、正確な、定量的なお答えはできませんが、やはり昨今のデジタル化の進展に伴いまして、郵便物の減少というものは免れないんだろうというふうには見ております。柳瀬博文君。データがないということなんですけど、これはぜひいろんなところを利用してですね、このデータを作り上げていただきたいというふうに思います。それはこれからの郵便事業がですね、どうあるのかということを考えるときに、やっぱり郵便通数がですね、どう推移していくのかというデータというのは、基礎的な資料だというふうに思いますから、これはぜひ算定をしていただきたいというふうに思いますし、私はこの今回の郵便法の改正では、これはサービスの低下ですよね、一言で言うならば、土曜日を配達しないということですから、これはサービスの低下ということになると思います。で、これを判断したときに、考え方はいくつかあるんですけれども、例えば料金を上げるという考え方もあると思います。またはもっと徹底してですね、合理化をして人を雇えるようにですね、資金を生み出すという考え方もあると思います。またはサービスを低下させるということもあると思うんですけれども、今回そのサービスの低下ということを選ばれたわけですよね。なんですけれども、ではですね、この郵便事業の合理化というのはどれだけ進んで、どれだけ徹底してやってきたのかということについてお伺いしたいわけですけれども、この点についてお伺いしたいと思います。日本郵政衣川取締役。
今回のですね、制度の見直しをお願いをしております理由といたしましては、昨今の郵便に対するニーズが若干変わってきているという私ども の理解がございます。と言いますのは、昨今、やはりお礼状とか挨拶状、それから冠婚葬祭の通知などのですね、いわゆるその儀礼的なもの、それから契約書をお送りする、物品をお送りする、その現物そのものをお届けしたいという、その現物性、そういったものが中心と なっている状況がございまして、スピードに対するニーズは、従前から比べるとですね、それほど高くないと、そういう状況になりつつあるのかなということで、今回の見直しをお願いをしている状況でございます。一方、合理化でございますが、これまでもですね、郵便物の区分機の導入等をはじめ、いろんな機械化によりましてですね、合理化を進めているところでございまして、この合理化、効率化につきましてはですね、制度見直しとは別の要素として、引き続き取り組んでいかないといけないと、そういうふうに考えている次第でございます。永瀬博文君。いや、サービスに、サービスのスピードを求められてないんだっていう話ですけれども、私はそうは思わないですね。やっぱり郵便事業というのはスピード感がですねあるということから利用されているものだというふうに思っていますから、それ以上にですね、この働き方を優先させなければいけなかったし、さまざまなコストの見合いがなかったんだというふうに私は考えているわけであります。で、合理化をさまざま進めていくということが必要だというふうに思いますので、ぜひこれはですね、これをちょっと注視していきたいというふうに思いますので、ぜひさまざまなデータを教えていただきたいと思いますけれども、同時にですね、この郵便事業が、成長産業にはこれからならないわけですよね。で、先ほど荷物の話もありました。ただ同時にですね、やっぱり一つの核となるのは不動産事業なんではないかというふうに私は考えております。そういった意味では、これ、平成29年の5月に、野村不動産ホールディングスを買収する計画があったと。ということで、これ報道されたわけですけれども、この事実関係をお伺いしたいと思います。日本郵政増田社長。はい。かつての経営陣の下で、当社が野村不動産ホールディングスの買収を検討していた経緯があったと、このように聞いております。柳瀬弘文君。それはどう考えてるんですかね。どう考えなのかってこと。日本郵政増田社長。当社が、業務をさまざま取り組む上で、広範囲に、検討するということは大変重要なことでございまして、その多様な選択の中から、国民の皆様方に喜ばれる、あるいは支持していただけるようなきちんとしたサービス、あるいは事業を取捨選択して、これが経営の基本だと思いますので、私はさまざまな検討があってしかるべきだと、このように思っているところであります。柳瀬博文君。はい、ありがとうございます。私もですね、これさまざまな検討されるべきだというふうに思います。トールホールディングスの買収が失敗に終わったという事例がございます。このことについての総括は特に求めませんけれども、このことによってですね、M&A 自体がやっぱりこう何て言うんですか、極めてネガティブに捉えられているという現状があるというふうに思うんですが、私はこれは今 JB 不動産でさまざまな取り組みをしているということはよく存知をしていますけれども、この日本郵政のですね、やっぱり一つの大きな資産というのはこの莫大なこう土地ですよね。広大な土地を保持しているということがありますし、その土地の立地もですね、極めていい環境に立地をされているということですから、この不動産事業はこれからの郵政のですね、成長産業、成長事業と位置づけることができるんではないかと思います。で、それをやるときに、これは JP 不動産単体でやっていくのはなかなか私は限界があるかなというふうに思っておりまして、そういった考えからこの野村不動産の買収といった検討に至ったんだというふうに思います。ですから、さっき社長が申し上げられおっしゃったようにですね、M&A も含めてさまざまなことを余談なくですね、検討していただきたいというふうに、このことを申し上げておきたいというふうに思います。でですね、ユニバーサルサービスについてなんですけれども、現状ですね、これ郵便でしか行うことができないとされているサービスっていうのは何があるのか、これをお伺いしたいと思います。日本郵政衣川取締役。
郵便法の定めるところによりますと、日本郵便が行うこととされておりますのは、封書等の第一種郵便物、それからはがきの第二種郵便物、それから所定の定期刊行物を内容とする第三種郵便物、目の不自由な方のための展示や学術刊行物などを内容とする第四種郵便物に加えまして、一定の付加サービスである特殊な取り扱い、例えば書き留め、配達証明、内容証明などでございます。柳瀬博文君、はい、ありがとうございます。でそれがですね、今の郵便でしかなし得ない事業なのかどうなのかということは厳密に検証されるべきだというふうに思います。今菅内閣の中でですね、ハンコの押印をなくしていこうということもされているわけですけれども、これは端的な事例でありまして、これまでやっぱり押印は必要だろうというふうに思っていたところにバッサリメスを入れたわけですよね。これまでこれはなければいけないと思ってたことにですね、いやいやその根底からそれが本当に必要なのかどうかもう一回判断しようよという正義なきこの規制改革をやっていく改革をやっていくというのがこの菅内閣の姿勢だろうというふうに思っておりますので、これが本当にですね郵便でしかなし得ないことなのかどうかということは考える必要があるというふうに思います。というのはこの郵便のユニバーサルサービスを維持するということですが、これはさっき片山代表がですねおっしゃった通り、やっぱり時代によってこの要請というのは変わってくると思います。で今ですね、みんなメールでやり取りしてますよ。メールでやり取りしてます。ただ高齢の方はなかなかこれを使うのが難しいということですけれども、もしですね高齢の方が容易に安心して安全にですねそのメールを使えることができるということであれば、これがユニバーサルサービスということになるんではないかというふうに思います。そのようにですね、今ソサエティ 5.0 ということを政府としても推進しているということで、デジタルでこのさまざまな課題を解決する社会を作っていくということを標榜しているわけですから、この郵便のユニバーサルサービスもですね将来的にはこれ変わっていくものだということを前提にですね、今これから備えをしていかなければいけないというふうに考えますけれども、大臣の見解を伺いたいと思います。武田総務大臣。おっしゃる通りだと思います。常に新しいビジネスモデルというものを模索しながら果敢にですね先手先手でその対策を打っていかなくちゃならないと私は考えております。柳瀬博文君、はい、ありがとうございます。これ郵便だけではなくて金融もそうだと思うんですね。金融のユニバーサルサービスって一体何なんですかね。これは近くにその窓口誰かがいてそこでお金の出し入れができるっていうことがこの金融のユニバーサルサービスということなんでしょうか。この点がずっと明らかではないんですけれども、多分そういうことをおっしゃってるんだろうなというふうに思うんです。ただ今ですねこれからじゃあどういう社会になっていこうかというと、中国なんかもいち早くなっていますがキャッシュレスですね、もうコインもなくなれば紙幣も使わないという時代になってくるわけです。で今銀行はですね9時3時ではありません。もう24時間営業してます。どこで営業してるのかといったらインターネット上でも営業してるわけですよ。だからこの携帯で振り込みも窓口よりも安い手数料で行うことができるわけですよね実際に。じゃあこの金融のユニバーサルサービスというのが実際にその人がいて窓口があって箱があってそして紙幣があってということが本当に必要なのかどうかといったならば、それはこれから大きく変わってくるというふうに考えます。ですから逆にですね金融のユニバーサルサービスを維持しなければいけないと考えたならば、そういった今のご高齢の皆さんもですね安全に安易に安心して使えるそういったモバイルのですね環境を整えていくことの方がユニバーサルサービスの目的にかなっているんではないかなというふうに考えますけれども、大臣の見解を伺いたいと思います。武田総務大臣。しっかりご指摘を参考にして、いかなければならないと、このように考えております。柳瀬博文君、はい、もうちょっとなんか欲しかったんですけど、ありがとうございました。時間来ましたので終わります。ありがとうございました。
小林。